はい、どうもケイナーザーです。今回はですね、音楽配信代行サービスであるチューンコアジャパンを使って、オリジナル曲を配信する方法、などについてですね、解説していきたいと思います。自分で作った曲をですね、世の中に広めたいっていう時は、今だともう YouTube に投稿するっていうのが、まあ、当たり前の時代になってますけれども、まあ、もう一歩ですね、その踏み出した方法としては配信っていう形があるんじゃないかなと思います。まあ、例えば Apple Music とか Spotify とかですね、ああいったところに配信して聞いてもらうっていう方法ですね。そういったですね、Apple Music とか Spotify といった、音楽配信プラットフォームで、配信するっていう時に、事務所とかですね、レーベルに所属していない個人アーティストの場合は、音楽配信代行サービスっていうのをですね、経由して、まあ、配信することになるんですけれども、配信の方法がわからないっていう人はですね、まあ、意外に多いんじゃないかなと思いますので、国内最大手の代行サービスであるチューンコアジャパンを例にですね、配信までの流れを解説しながらですね、配信っていう方法がどういったメリットがあるのかみたいなところもですね、お話ししていきたいなと思います。で、配信する楽曲ですけれども、前回ですね、ミックスの手法と考え方全部見せますという動画で、解説したこちらの、Dear Vanity っていう楽曲なんですけれども、前回解説し終えた状態から、まあ、ちょっとだけ手を入れましたけれども、ほとんど変わってないっていう状態ですね。で、このまま今からちょっと書き出しをしてですね、実際チューンコアの方で、登録していくっていう流れを、まあ、お見せしたいなと思います。ということで、まずはこの2ミックスの状態をですね、まあ、マスタリングも全て終わってる状態なんですけれども、ここからまずは、書き出しをしないといけないので、まあ、普通に書き出しをしていきます。まあ、キューベースの場合、こちらの、オーディオミックスダウンですね、これでやっていくと。で、まあ、今回ですね、このチューンコアジャパンさんから、お話をいただいて、この動画を撮ってるんですけれども、まあ、正直ですね、その案件かどうかっていうところ抜きで、そのチューンコアさんに限らずですね、配信代行サービスを使うというメリットを、この動画でですね、お伝えしたいなと思ってます。っていうのもですね、この自分が一生懸命作った曲、オリジナル曲っていうのを誰かに聴いてもらいたいっていう思いは、やっぱり音楽を作ってる人であれば、まあ、誰しも持ってるんじゃないかなと思います。もちろん僕もですね、昔はそういった思いで、活動してました。まあ、今でこそですね、この DTM 講師とか、ミックスエンジニアっていう肩書きで活動してますけれども、もともとはバンドマンでしたし、ボカロでオリジナル CD とか作ってですね、イベントに参加したりとかもやってましたんで、まあ、そういった活動の中で、例えば投稿したミュージックビデオ再生回数が増えたりとか、まあ、その CD 買っていただけるっていうと、まあ、すごく嬉しかったですし、そういった、なんていうか反応、リアクションがですね、もっと頑張って曲を作っていこうっていう風なモチベーションにもつながっていきましたんで、やっぱりその音楽活動をしていくっていうところで、たとえそのアマチュアだったとしても、まあ、何らかのその収益だったり、リアクションにつながっていくっていうことは、そのモチベーションを保っていく上ではすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってます。そんな自分含めてですね、いわゆる個人アーティストみたいな、まあ、そういった人がですね、音楽を聴いてもらうその一番手っ取り早い方法としてはですね、やっぱり YouTube とかニコニコっていう動画のプラットフォームに上げるっていうことだと思うんですけれども、ただこれってその動画の配信プラットフォームなので、当たり前ですが動画にする必要があって、まあ、その時にミュージックビデオ、MV を作るってなったらいいんですけれども、純粋に音楽だけ配信するっていう時にはですね、実はちょっと向いてなかったりっていうのがあるんですね。例えば歌ってみたを投稿するってなると、その原曲の MV がありますんで、まあ、その点楽なんですけれども、自分で 100% 自分で作ったオリジナル曲の段階だと、その MV 制作っていうのをですね、また依頼したりとか自分で作ったりっていう風に一歩ハードルが上がってしまいますんで、やっぱその動画じゃなくて、もう純粋に音楽を配信したいってなると、こういう配信サービスっていうのがですね、その時に候補として上がってくるんじゃないかなと思います。あとその収益の面ですね、 YouTube の場合は動画時間が8分超えないと広告つけれないっていう風なルールがあるんですよね。ニコニコ動画だとですね、割と収益化の面っていうのは整備されてるんですけれども、ニコニコ内で再生された分しか収益化されませんので、やっぱどうしてもこう音楽を作って配信するっていうところと収益っていうのはなかなか結びつきが、その動画配信サービスにおいては、結びつきは難しいという状況なんですよね。で、あとその他の、音楽配信サービスだったら、例えばサウンドクラウドみたいなのもありますけれども、サウンドクラウドの場合はデータベース的な性質だったり、その音楽コミュニティ的な面がちょっと強いので、あまり外に向けた発信になってないというか、
まあ、もう少し具体的な話で言うと、例えばですね、自分が作った曲をその友達とか会社の同僚とかにですね、ちょっと聞いてほしいっていう時に、例えば Apple Music に登録してるんで聞いてくれっていうと簡単じゃないですか。多分向こうも Apple Music とかですね、Spotify で、普段音楽聞いてれば、まあ、割とすんなり聞いてもらえると思うんですけれども、サウンドクラウドって言われると、まあ、普通の人はあんま知らないというか、あれはやっぱりそういうもともと音楽を作ってる者同士で交流するみたいな側面が強いサービスなので、やっぱ外に向けた発信になってないっていうところがあるんですよね。なのでやっぱりそういう Apple Music とか Spotify って聞けるかどうかっていうのは、少しでも再生してもらうっていう点では、まあ、非常に重要な要素になってくると。で、そのやっぱ再生してもらえると、それがそのまま収益として反映されますんで、まあ YouTube とかね、ニコニコで配信するっていうよりも収益につながりやすいっていう面でですね、まあいいんじゃないかなというふうに僕は考えてるんですね。はい。ということで、書き出しも終わりましたので、実際にですね、配信登録の流れっていうのを解説していきたいと思います。で、初めてチューンコアジャパン使う際には、このアカウント登録、からですね、まずはメールアドレスで登録してもらって、まあ、そこからですね、アーティスト登録みたいに進んでいくんですけれども、ちょっと僕はもうすでにアカウント登録しているので、ログインで進んでいきます。はい。これがログインされた画面ですね。で、最初にアーティスト登録をですね、ここからしていきますが、まあ、ここで自分の名前とかですね、アーティストの、このページっていうのは、チューンコア内のアーティスト URL になりますので、後で配信するときとかに登録されている楽曲が一覧で見れたりとか、まあそういったようなページが作られますんで、まあその時の URL になりますね。で、プロフィール、国内向け、まあ日本語と英語で書くみたいなところがあったり、ジャンル、活動エリア、であとは自分でオフィシャルサイト持ってたら、ここに URL とか、SNS を貼れるというところですね。まあこういったものを作ったものがですね、僕の場合はここにあります。まあ、ちょっと自分の経緯の技と、ちょっと昔やってたとあるプロジェクトのアカウントが2つあるんですけれども、経緯の技の方を見ますとですね、まあ、こういった形で、プロフィールちょっと何も書いてないんですけれども、作られたりしていますと。で、実際にですね、登録する際には、このリリースからですね、リリース登録に進みます。今回1曲だけなので、こちらのシングルというところになりますね。利用料はですね、シングル1年で1550円ということで、まあ無料ではないというところなんですけれども、まあ CD を作るコストに比べると圧倒的に安いと思います。で、リリース登録ですね、この登録始めるってクリックして、まあ自分のアーティスト選んで、ここでですね、ジャケット画像をまあアップロードすると。いうところになるんですけれども、このジャケットもですね、自分で作るっていうのは結構ハードルが高いので、まあ、僕のおすすめするこちらのキャンバというサイトがですね、非常にそういうジャケットを作るとかいう時には便利なので、こういったものも活用していただければなと思います。まあ、ジャケットなので、じゃあですね、アーティスティックな CD カバーですね、多分これクリックしますとこういうことになりまして、まあ、テンプレートなのがこういうふうにあるわけですね。で、もちろんこれがフリー素材になってますので、まあ、自分で自由にですね、組み合わせでこんな中の単語とかをこう変えてですね、まあ、こんな感じで変えてリリースすることができると。こんな感じですね。アイコンチックのやつもですね、素材の中から選ぶっていうこともできますと。もうちょっともう今回、もうこれでいきたいなと思います。で、チューンコアの方のアップロード形式がですね、3000ピクセル以上。ってことなので、キャンバの無料アカウントでは1400なんで、後でこれを自分で拡大するとか、まあ、そういうことが必要なんですけれども、まあ、ちょっとじゃあ拡大はちょっと自分でしますかね。はい、ということで、拡大したファイルを作りましたんで、それをですね、アップロードしていきたいと思います。なんかちょっと今エラーというか、正しく表示されない可能性がありますと言われてるんですけれども、もう一旦このまま進んでいきたいなと思います。とあと編集ですね。で、ジャンルとかもいろいろ決めれますので、まあ、適当にですね、ちょっと選んでいきます。で、こういったね、情報を、まあ、全部このヘルプがついてますので、まあ、意味のわからないことはですね、ハテナマーク見ていただくと、まあ、わかるというところになってますので、まあ、非常にこの辺便利だと思いますね。
最後にファイルアップロードですね。はい、ということで処理中になりまして、あ、いけましたね。歌詞入力未設定ってことで、まあ、歌詞をここで入れれたりもするんですね。あ、同期なしとか、なるほどなるほど。歌詞と同期してね、見やすく表示されたりということありますけども、そういったこともできると。まあ、視聴開始時もここで決めれたりできるというところですね。で、これチェックリスト全部 OK になりましたら、ストア選択が選べるようになります。はい、ということで、配信ストア一括設定、楽曲販売価格3種類から選べると150円から250円ですね。ハイレゾ版55円にしておきます。配信エリアが全世界で、販売開始希望日、これはですね、配信ストア側の審査状況により、遅れる場合があるというところなんですけれども、まあ、大体、確か2営業日とか、そんなぐらいで、意外とスムーズにいけたかなと思います。今日がですね、12月の19日なので、もう、とりあえず最短でできるに越したことないので最短選んでおきますが、まあ、中古屋さん的には余裕持って、リリースの3週間ぐらい前に登録しておいた方がいいみたいなことは、ヘルプで確か書いてましたね。こういった詳細もですね、だいたい3週間前までにみたいなところが書いてます。設定をすべての配信ストアに反映するをクリックすると、こういったね、いろんなところで設定が反映されると。はい。で、OK であればもう一番下の、アカウント情報確認へをクリックして、はい。ちょっとまあ、ここ個人情報になりますんで、モザイクかけてますけれども、まあ自分の情報ですね、書いてまして、口座とかをですね、登録して、まあ決済進むと。ということで、まあ配信期間と決済方法ということで、1年間1500円。はい。ということで、すべて情報 OK であれば、そのまま決済確認と。リリース内容を確認してください。で、ここはまあ最終確認ですね。いろいろ情報が載っております。で、OK ということであれば、審査を依頼するというところになります。はい。配信審査を受け付けましたということで、おそらくまあ24時間後ぐらいにですね、審査結果が来まして、でそこから1日2日で配信されるという流れになります。はい。まあちょっと今、ざーっとですね、解説していきましたけれども、すごく流れとしては、まあ非常にスムーズにですね、迷うことなく登録ができるようになってますので、特にね、配信今までやったことないよという方には、非常におすすめできるサービスなんじゃないかなと思います。あと結構ですね、盲点といいますか、まあ今回はその過去曲、自分の過去曲を、再ミックスして、リリースっていう形を取ったんですけれども、例えばデモバージョンみたいなものもですね、配信してもいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、作ってる側目線でいくとですね、そのがっつり作ってリリースっていう形を取りたいっていう気持ちはあるかなと思うんですけれども、視聴者目線で考えると、やっぱりその自分が好きな、アーティストさんのそのデモバージョンとかって、めっちゃ気になると思うんですよね。まあ、僕自身その今までにその買った CD で、そのボーナストラックとかでですね、デモバージョンが入ってたらやっぱり嬉しかったんで、そういう作りかけの状態からまあだんだんと完成させていくっていう風な時系列順にですね、この配信していくっていうスタイルも、まあ、今後のそのなんか新しい音楽活動の形としてはありなんじゃないかなっていう風にも思いました。はい、ということで今回はチューンコアジャパンを使ってオリジナル曲を配信する方法について解説しました。YouTube とかニコニコとか、サウンドクラウドだけでしか公開してない曲を持ってるっていうね、方は、まあ、そういった曲を配信してですね、収益につなげてみるっていうのも、まあ、検討してもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。